ついにか。はい、ということで皆さんこんにちは、ドンヒロです。ついに僕のロードスターにもこの NA ロードスターの持病であるとある症状が起きてしまいました。それがこちらになります。はい、こちらパワステフルードのタンクなんですけども、ちょっと映像だと見にくいかもしれませんが、かなりベタベタしております。実は先日ね、走行会でドリフトをやってきた時にですね、ついにこのフルード漏れをですね発見してしまいまして、まあこの NA ロードスターではまあここのフルード漏れが持病で、ドリフトやるとねここからフルードが溢れてきちゃうっていうのがねよくあるみたいなんですよね。で僕も前々からその噂っていうのは聞いてたんですけども、まあ去年からドリフト始めて一回も漏れることなかったんですよ。だから個体差がある程度あるのかなとかっていうのも思ってたりしたんですけども、まあついに漏れてしまったということで、でね今ちょっとこの下の方とか雨が降っちゃったので、あの雨で濡れてたりするんですけど、結構ここ以外インテークのパイプだったりとかにももうビチャビチャねフルードがついちゃってるような状況でした。まあこのねフルード漏れに関してはね、まあ僕が以前よりもドリフトがねある程度まあこう勢いよく走れるようになったのかなっていう、まあちょっとプラスに捉えてはいるんですけども、まあそうは言ってもねこのフルードがね漏れてしまうっていう現実はもう変わらないので、今回はちょっとね、まあロードスターでドリフトやってる方のね情報なんかを調べた上で、このフルード漏れをね対策方法があるみたいなので、ちょっとそれをやっていきたいと思います。はい、ということでこちらがフルード漏れ対策になる商品になります。こちらですね、パワステフルードタンクのキャップなんですけども、実はこれ NA 用ではなく NB 用のものになっております。どうやらですね NB 用からパワステフルードの、ね、漏れをある程度対策された、まあ改良品みたいな形になっているらしくてですね、モノタロウなんかでもねあのレビューのところで NA のフルード漏れの対策として購入しましたっていう方がねたくさんいました。なので本当にまあいろんな人がねこれで対策やってるんだなっていうふうに思いました。まあねこうやって単体で見ててもねあんまりそのどこが変わったのかって分かりにくいので、実際に今ついてる NA のものと比べてみたいと思います。はい、ということで早速並べてみました。上が NA 用、そして下が NB 用になります。まずこうやってパッと並べてみて思うのは NB 用の方が長いですね、うん、なので一つ注意としては NB 用の方が長いってことはゲージの部分が多分ね機能しません。なのでこれはちょっと後で対策をしようと思っております。そしてこの形も結構違うところがありますね。この辺のこのなんだろう返しの部分も NA の方がこう多かったりしてるんですけど、ここはなんか違いがね何かこの漏れ対策に影響しているのか分かりませんが、 NB の方がこの返しの数は少なくなってはいます。でなんかこうギュッとNB はねこうまとまった感じがしておりますね。でちょっと分かりにくいかもしれませんが、ここにパッキンがついております。で NB の方もここにパッキンがついてて、まあ実際取り付けした時におそらくパッキンのつく位置も若干変わってくるのかなと思います。これもなんか違うのかな何か意味があるのかちょっと分かりませんが、こんな感じですね。そしてこうやって2個持った時にこれ NB 用、ここにもね、まあ、パッキンというかゴムのシートがついております。で NA はそれがついてないんですよ。なのでねこれ結構なんか違いというか効果ありそうな気はしますね、うん、ここでだいぶ抑えてくれそうな気もします。うん、まあめちゃくちゃ大きな差はないにしても細かくね、まあ、このパッキンとかパッキンの位置が違うとかっていうのでなんかある程度ね考えられて、おそらく漏れないように作られてるのかなって思います。あとはねまあやっぱここパッキンゴムでできてるので、どうしても古くなってね、まあ硬くなってとか、まあ、ゴムが縮んでとかっていうので漏れてしまうっていう可能性もゼロではないので、そもそもこれを新品に変えてあげるだけでも漏れ対策になるかもしれないですね。ちなみにこの NB 用のキャップはモノタロウで669円で販売されております。で今回僕は、もうこの NB 用のキャップをそのままつけていくんですけど、中にはねこのパッキンを NA 用に移植してこっちのキャップで使う方もいたりとか、あとはね NB 用にはこのゴムのシートがねついていることを知っていて、
これと同じようなサイズのものをホームセンターで買ってきて、この NA 用にねつけている人とか、まあいろんな対策をしている方がいます。なのでね、まあどのやり方が一番いいとかっていうのはねちょっとはっきりしないんですけども、まあこいつ自体もね物はそんな高くないので、これでねまあ試しにつけてみて、まあ漏れなくなればね、まあ一番簡単でいいかなって思います。では早速取り付けの方していくんですけども、その前にこのレベルゲージがですね、まあこんだけ長さ違ってくるので、まあ本来のねオイルの量っていうのが見れなくなってしまうんですね。なのでそれをまあ改善というか、ちゃんと見れるように今回は少しだけ手を加えていきたいと思います。まあ、手順としましては、こっちの NA 用のキャップをまあ普通につけて、ちゃんとねこのハイの位置に来るようにします。でその後にこの NB 用のやつをそのままつけます。で外すと、おそらくまあこの辺ぐらいまでオイルがつくと思うので、この NA 用でハイの位置に来たところがまあこっちにねつくと思うので、そこでねなんかカッターとかでちょっと傷を入れて、ハイの位置が分かるようにします。そうすればハイの位置はここっていうのがね分かると思うので、まあオイルの量確認するときにまあ減ってるか減ってないかぐらいはね見れるようになると思うので、ちょっとそれをやっていこうと思います。じゃあまずはこの NA 用のキャップをつけて、タンクの中にオイルがちゃんと入っているか確認していきたいと思います。よっ、よいしょと、はい、こんな感じで一応ハイの位置出てますね。じゃあこれで次は NB 用のキャップをつけていきたいと思います。ではこちら NB 用のキャップつけていきます。挿入、あ、パッキンの大きさ違うのかな、めっちゃ硬いびっくりした。はい、これで抜き取る、よいしょと、はい、うん、ちょっと映像で分かりにくいかな、この辺りまで今オイルがついております。ここでカッターナイフでちょっと切り込みを入れようと思います。オッケー、はい、ちょっとね映像だとかなり分かりにくいと思うんですけど、ここにちょっと切り込みを入れました。まあ自分でね見て分かればそれで大丈夫なので、これで一応ね灰の量はちゃんと確認できるようになったので、これを普通にパースタンクのところにつけておきます。よいしょ、うん、やっぱりねパッキンのサイズが大きくなってるのか、パッキンが新しいからなのか、すごいね入るのが硬いよいしょ、 OK、うん、今実際につけただけでもかなりもう変化はありそうです。はい、ということで今回は大した作業はやってないんですけども、パワーステフルードの漏れ対策として NA 用のキャップから NB 用のキャップに交換をしてみました。まあ実際にね街中走ってる分にはまず漏れることってないので、ちょっと今すぐに確かめるっていうのができないんですけども、まあ今後ねまたサーキット行った時に漏れてないかチェックしてみて、漏れてなければもうそれでよしということでね、まあその時はまたね YouTube のコミュニティだったり Twitter の方でもねつぶやこうと思っていますので、ぜひ見てもらえたら嬉しいです。で今回僕はパワーステタンクのキャップをね、まあ、NB 用に交換したんですけども、まあ途中でも言った通りね NA 用のキャップにあのパッキンをね付け替えるだけでも効果があるみたいですし、まあホームセンターでねこのパッキンと同じようなサイズのものを買ってきてそれをつけるという方もいますし、僕が見た中ではマルハモータスさんからこの NA 用で強化タイプっていうのも出てるみたいなので、そういうのを使うのもありかと思います。であとはですね、まあ漏れるのはね、まあしょうがないってなったとしても、あのパワーステタンクのところにですね、軍手なんかをこうかぶせて、まあ他に飛び散らないようにするっていうね、対策も、あるみたいなので、今回は、まあ、今回のでね、まあ試してみて、まあそれプラス今後、まあサーキット行くときとか、まあ行かないときにしてもね、普段から、まあ軍手なんかとか、そういうオイルが飛び散らないようにするっていうね、対策もやっておこうかなと思います。ということで最近ねロードスターのドリフトってなんかすごい流行ってるような気がするので、この NA ロードスターでねドリフトを、まあ、これからやろうと考えている方いましたら、いつかねパワーステフルードはね漏れるっていう症状出てくるかと思うので、まあ、その時にね今回僕がやったような、漏れ対策っていうのもねいろいろありますので、ぜひ試してみてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ではバイバーイ。